はい、これをするとどんなメリットがありますか。休まない。あ、いいですね。休まない、休まないですね。はい、ね、これね、はい、これ何のための練習ですか。ジャンピングスマッシュ。ジャンピングスマッシュなんだけど、そこじゃないんだよね。空中でためを作る。お、いいですね。正解でございます。パウン。これを必ず子供たちにやらせるときに、上で上になっているときにしっかり、あの、なんて言ったらいいのかな、まあ、すごくマニアックな会話になってしまうんですが、体と会話をしてほしいんですね。しっかり意識をこう体に持っていってほしい、はい、でもっとさらにマニアックで言えば筋肉と話してほしいです、はい、飛んでるときに腹筋必ず使いますね。足も使いますね。そこを軸をしっかり作ってもらってやってもらいたい。で、これを やると基本的に縄跳びの縄がないのでミスは絶対しません。で、これをやっていくと徐々に、はい、虹跳びやって、そう、これをやっていくと疲れてくるとこのジャンプができなくなります。このジャンプ、まあ、毛利かなり優秀なんでできますが、これをやっていくうちに、はい、これ僕的にかなりいい練習法です。はい、この練習方法を思いついたのはですね、まあ、レッスンをさせてもらっていて、二重跳びって言った時にやっぱ続かないんですね。続かないけど100回飛ばしたいと。はい、でこれパターンが種類があるんですね。あ、この子はやっぱ上半身ちょっと鍛えないといけない。はい、この子は足を鍛えないといけない。あ、この子はスタミナをつけない、いろんな形があるんですけど、特に僕がその子に持ってるイメージっていうのは大体足です。足をまず強化しないといけない。なった時にどうしてもミスをしないように100回続けてほしかった。はい、100回飛ばすとか、そう考えた時にもう縄はいりません。縄はいらないのでやってください。